嘘でしょ。何？行こう。本当に？行こう。こちら SKE の期待の新地小石久美子さんから。うわー！ちょっと待って。こんなところまで違う。おい。聞いてもらっていいですか？はい。あのね。今日さっきメールが来てて、あの FNS 歌謡祭見ましたみたいな、オールナイトニッポンこれから頑張ってくださいみたいな来てたの。来てたんだ。うわ、びっくり。これや、小石ちゃん、あ、ちゃんと来てますよ内容も、うん、ちょっと何やめてよ、ね、じゃあアイリパイセン、やめなさいよ、スミレパイセン、スモールストーンです。大好き大好き。解決してほしい悩みはどうしたらオーラが出ますか？パイセンたちのようなオーラに憧れます。アイドルオーラが出るにはどうしたら良いでしょうか？まあ部屋を片付けることじゃない？いやもう痩せよ。痩せよ。うん、顔マッサージ。いやあのね、でもあのこれ小石ちゃんの名誉のために言うと、何？なんかまあちょっとある番組でね、ちょっとお部屋が汚いみたいなバラされたんですけど、私が行った時は本当綺麗だったの。あ、そうなの？そうなんだ。そう、本当に。マリカはいつも汚いけどね。流れだな。たまになんだね。そう、あの波があるっぽくて、だから皆さん、あの本当誤解しないであげてほしい、ぜひ。あら、優しい。もう一回また家庭訪問するからさ、先生。汚い時は私見てないけど、あのテレビのご覧の通りなんじゃないですか、やっぱそのなんかすごかったよ、まあ、凄まじかったっていう噂ですけど、なんかもう床がまあまあ見えてないっていう感じですよね。まあ、え、本当に？マリカ並みだな。そうなの。まあまあだったね。でも私行った時は床もあったんですよ、ちゃんと。床もあったんですね。床はあるよ。見えるか見えないかも。そう。なるほど。小石ちゃん、ありがとう。今聞いてるのかな？え、聞いてんの？え、でも明日アンビシアターだよ、チームに。寝よう。うん、頑張ってね。頑張っちゃって。私たちもだけど、頑張るんだよね。ありがとう。嬉しかった。ありがとう。ありがとう。優しいね。じゃあもう一枚いきます。